どうも、ありがとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。です。どうも、です。ということで、今回ですけども、君たちは奇跡を目の当たりにしたことはあるかね。奇跡か。すんちょ、奇跡のエピソード1個教えて。奇跡ですか。うん。こうやってみんなと出会うことが奇跡。はい、ということで、今回の企画ですけども、はい、奇跡とついてる動画の奇跡の確率を求めてみた。よし、はい、ということで、動画にいろいろ奇跡ってついてる動画いっぱい調べてきたんですけど、その動画はほんまに奇跡なんかっていうのを理系の僕たちが検証するというのが本日の目標でございます。奇跡っていうのはまず基準があるってことですかね。そういうことです。何分の何よりも低いのが起きたら奇跡みたいな。はいはいはい。何分の何よりも上にもかかわらず奇跡って言ってたら、それはもうボスだみたいな感じでこう仕分けするような動画になります。じゃあ奇跡の基準どこに持っていくかってなった時に一個すごい動画を見つけまして、はじめ社長の動画なんですけど、エクゾディア一ターンでソロまでやってみたいなのをやってるんですよ。はい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 。それを1814回を成功したんですよ。はいはいはい。これあれはもう奇跡とみなします。いった。はいはいはい、はい。エクゾディアマジ奇跡やん。ほんまエクゾディアほんま奇跡なんですよ。俺遊戯をやってきたからわかるよ。じゃあということで、今から手分けして奇跡の確率どん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 求めていきたいと思います。はい。パパッと求めてちゃちゃっと終わらせよう。光る奇跡を。完全勝利ボートレースで200万勝ちの奇跡を起こしましたというね。この動画奇跡じゃないでしょうかね。皆さんこんにちは。こんにちは。岩谷です。マックスフライデーです。マックスフライデーです。なんで僕がここにいるのか。僕ね、ちょっとヒカキンさんのサムネが目に留まったんで、ヒカキンさんの奇跡を、確率を求めていきたいと思います。どれだろう、どれなんだろうな。安楽死かぶったのが奇跡じゃないですか。確かに安楽死がかぶる確率っていうと、あで始まるあの悲しい単語を全部あげる、全部あげると今。続きましてはスカイピースさんのチュッパチャップスの機械で奇跡連発ということで、この動画の奇跡の確率求めていきたいと思います。なんだこれは。何かが出てきました。似てる。だからヒカキンさんとセイキンさんの雑草っていう曲の PV の、これにめちゃめちゃ酷似したぬいぐるみがアマゾンで売っていたっていう奇跡か。確かにこれ結構な奇跡ですね。これということで、あれから1時間10分ぐらいですか。はい、そうです。まあ調査した結果、じゃあ一旦じゃああれですか、あれの正しい数学的な。そうなんですよ、僕らが考えた。はいはいはい、それ教えて。まず基本的に奇跡っていうのはその動画内で起こったこと自体が奇跡ってことなんですよね。って考えると、はい、全体のエグゾディアを引く確率分の1814回以内にエグゾディアが揃う確率っていうのが真の奇跡だと思うんですよ。あ、はい、ほうほう、しっかりと数学的に考えました。ってことは、0.27%、 はい、500分の1ぐらいってことか、大体。大体かなり奇跡ではあります。1エグゾもう500分の1なんや。1エグゾって何。1エグゾね。はい、1エグゾ、はい、はい、はい。じゃあ確率発表しますか。はい、はい、じゃあ僕がまず1人目にやったヒカルさんの動画、はい、これはボートレースに30万円をかけて3連単を当てるという動画でした。おお、はい、で3連単を見事当てるという6分ぐらいの動画だったんですよ。すごいよな。でボートレース6人しかいないんで、6艇は順番通り最初の3つが来る確率。ああ、それでこれ計算するな。これ計算すると120分の1おでしたので、あ、これは奇跡ではございません。あー残念。大したことなかった。正直撮ってる段階でそれが起きてるっていうのがすごいんだよ。どんどんいきますか。はい、はい、クイズノックの動画でございまして、はい、東大生10人で朝からそれぞれ、ああ、正解が揃うみたいですか。あれですね、確かに奇跡起きそう。確かに、まあ、ちゃんとすごかったのが今回赤から始まる悲しい言葉で安楽死が変わったんですよ。まあ、安楽死って、ね、言ったらかなりもう、まあ、出にくいワードということで、はいはい、まあ、今回多分それがその動画の奇跡と私はまあ仮定して仮定だ。なるほどなるほど、はい、考えたのが日本語に悲しいというワードがどれくらいあるかをまずは探さなくちゃいけなくてですね、17世紀の哲学者スピノザが人間の感情を48種類に分類したんですよ。おお、そんなところで踊ったお前。なんでその話をするやんけ。まず、日本語は全て48種類の感情をどれかに分類されると、うんうんうん、はいはいはい、仮定しまして、広辞苑に入ってる単語の数が24万単語、はいはいはい、で、感情が48個に分かれてるので1つの感情につき単語が5000個あると仮定しました、はいはいはい、そのうちの2人が被る確率なんですけど、を計算したところ、こうなりました。 0.00896。
おお。ということは 0.89%。 はいはい。ってことは奇跡ではございませんと。はい。まさかの基準の大体3倍ぐらい確率が起きるんで、めっちゃせめぎ合ってない、全然大したことないやん。じゃあ、キム、じゃあ僕が行きますか。マックス村井さんがですね、まあ、3人で、こういうことで1つの端末を引けるんですけど、はい、必ず、ミックスさんの番に限って、イシスが出るんですよ。絶対だ。ミックスさんは、全部で6回引いたんですけど、4回イシスが出ました。やばっ。あ、なるほど、それが結構奇跡やね、確かに、はい、それ奇跡やな。それを、まあ、計算いたしました、うん、今回、イシスが出てくると2%と仮定してます。なるほど、はいはいはい、まあ、点狙いしたら大体 2% ぐらいです。まあ、でも4回イシスが出て、14回はイシスが出ないんです。はいはいはい。計算しまして、1.8×10 のマイナス6乗となりました。おー。ということは 0.0018% のことをミックスさんはやった。やりました。ということで、奇跡と奇跡。奇跡。やったか。奇跡認定。おめでとう。おめでとう。すごいな。すごい。結構すごいですよ。十分に、普通にすごいですよ。身近な奇跡ですよね、これは。これ結構奇跡なんですよ。スカイピースさん。チュッパチャプスのゲームしたことあります。100円入れたらなんか2から5の数字が出て、その数字分チュッパチャプス出てくるみたいなゲームしたことないですか。あれで5が出るまで帰れませんみたいなこれでね、30回目でなんと5が出てるんですよ。ただそれまでずーっと2しか出ないんですよ。だから3と4が全く出ないことを考慮すると、5が出たことは相当すごいことなんじゃないかという。27回2が出ました。で2回3が出てるんですよ。3すらほぼ出ないっていう。そうですね。で、3、4、5と、まあ、これは過程です。等確率で、分の分の分。分の分ので下がっていくという過程をしました。ということで、30回以内で、はい、5が出るという確率、計算いたしました。はい。9.79×10 のマイナス3乗の確率でございます。おー。パーセントで表すと、0.98% ということで、おっと?30回以内で、およそ 1% 起こる？そんなことがあっていいのか。ということで、すいません、スカイピースさん、奇跡ではございませんということで、変えないといけません。タイトルをぜひ変えてください。はい、じゃあ僕なんですけども、はい、僕はですね、はい、ヒカキンさんの奇跡を調べました。どういう奇跡かって言いますと、タイトル奇跡が起きました。はい、これにそっくりなんですよ、これ本当に。これ狙ったとかじゃない。これはもうアマゾンがたまたま作った商品なんですよ。へー。まあ、これデザインに着目しまして、はいはいはい、このぬいぐるみのポイントっていうのはまず花であることと、はいはい、あとサングラスをかけていること、はいはい、そして花びらの色なんですけども、これらの要素を満たすぬいぐるみが生み出される確率を僕は計算しました。なるほど。どうやってどうやってな、思考法なんですけど、はい、まずその1、はいはい、だいたい名刺の数がですね、3185個になりました。はいはいはい。はい、ということで、ぬいぐるみとして再現可能な名刺の数から花という単語が選ばれる確率は3185分の1。はいはい、はい、ということで、まず、第1要素クリア。はいはいはい。次、その時点でみたいになってこわへん。まあいいですよ。一旦最後に聞こう。続きまして、はい、顔の要素なんですけども、はい、サングラス、そこにサングラスがつく確率やね。そうなんです、はいはい。となると10種類ぐらいだったんですよ。まあ10分の1ぐらいでサングラスがガチャとして出てくる。なるほど。最後この色やんの、あらゆる色から12色選んできて、この12色の中にこの4色が含まれている確率っていうのを求めました。よく頑張ったなお前。でこれ日常で使われている色の数って大体2000〜3000種あるらしいです。まあ、まあバーガーディーとめちゃくちゃ細かく刻んでいったら、そうですね、2000色から、まあ、12色選んでくるのを個数として、はいはい、先にこのヒカキンさんのこの赤、ピンク、黄色、白を選んで、はい、残りの8色をまず1人選ぶっていうのは分子に置きます。はい、はい、そしたらですね、なんとこちら13億分の1になりました。まあですね。え、トータル124テラ分の1です。エグゾディア換算すると684億エグゾディア分あります。えぐい、これすごいってことは、ヒカキンさんやっぱりそういうことっすね。やっぱトップオブトップなんや。トップオブトップです。トップオブトップなんや。そうそうそう。ということでこれはもう奇跡。いやもうこれ完全に奇跡でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、とっておきのとっておきの1個があるんですよ。これ気まぐれクックさんなんです。お、釣りに行ったら奇跡が起きた、はい、この赤い巨大魚はみたいな感じのタイトル、はいはい、で釣りに行ったんですよ、気まぐれクックさん。はいはい。釣りに行って、はいはい、船酔いになってしまったんですよ。その結果、はい、釣れなかった。その後何したかというと、はい、市場に行きまして、赤い巨大魚を暴いてたんですよ。
これ市場に行ったらその魚必ずいると仮定しまして、はい、確率1でございます100% で表すと 100% ということで全く奇跡ではございませんということで二度とテイクとつけないでも自分さんいいですか、はい、もしかしたらタイトルで釣りに行った可能性ありますね。あお前言っちゃった、言っちゃったお前それとっておきのやつやったのあーすいませんお前やりよったなお前あー一応これちょっといや俺お前ら言おうと思ったよ、あお前らで実は釣り成功してますっていうやろうと思ったのにな